DFJ でございます。クオタローンのギターレベリーズ。これね、ちょっと発見したんですけど、ものすごいですね、これ。基本的にギターなんだけども、このギターのこの美味しい、この、なんていうの、単音色のフレージングがもう繊細にサンプリングされて、聴き心地がね、ものすごい。よくできてるんだけど、まあ2系統入れれるんだけども、まあ、パンとボリュームと ADSR がありますけど、ここが面白くて、まあ、これエフェクトの量なんだよ、まあ、リバーブだな。これがフィルター、ちょっと甘くしてとかね、いろんなこう雰囲気を出すことでね、まあ、全開にしてます。これちょっと歪み系、まあ、ちょっとクリーンな感じで、これはね、広がり感、空間系、空間というかこうモジュレーション系か、まあ、広がり感が出てくるね。これがこれトレモロ、非常にグラフィカルでよくできてるね。こちらにプレセットがあります。ちょっといくつか聞いてみようか。だからレズリーっていうのはね、どんな風になるか。あ、こうトレモロも活かしてレズリースピーカーにつないだような、いいんじゃないの。適当にこういろいろやってみますね。NI のコンタクト上で入って動いてますね。もう素晴らしいです。ジャストハーモニクス、どうなんだ、ハーモニクス系なのかな。うん、よろしいですね。なかなかいいですね。レッドカーペット、なんだろうこれ。後ろのこの感じ、あ、雰囲気がありますね。これいいですね。マインドアイ、ちょっとレゾナンスで聞いた感じ。なるほど。ディストーテッドシグナル。いいね、いいね。というのがあったりとか、いくつか面白いこうバリエーションがあって、今度ギターでしょ、今今度これね、ギターレベリーですね。じゃあパッド、このサマーってやつ行ってみましょうか。すなわち ADSR でほらね、作り込んでますね。
さあっていうノイズがいいね。パイプ、パイプス。なるほど、うん、こんな感じで作ってるんですね、フローティングエア。あ、いいねこれ。ものすごいですね、このフローティングオンエア。他にね、言いましょうか。今このパートだったでしょ。これね、今度キーズっていうのがあるんでね。キーズっていうくらいだから、キーボード系に聞こえる感じにアレンジしてると思いますけど。キーボードっぽい感じになるね。うん、ジョニーワン。オルガンっぽい。うん、面白いですね。うん。プレイング with fire。 あは、メラメラとしてるようなそんな感じだね。あ、これもメロトロン MWモチベーションファイルでこうエクスプレッションがかかる。あ、メロトロンっぽい感じですね。といった感じでこういろんな音色が作られてる。ま、あの非常にシンプルなインターフェースなんだけども、あのプレセットが非常に良いですね。こういった形で、まあ、実際に音楽をね、私も中で作ってみようと思って、これキューベース上でね、いろいろ選んでみました。ね、ここでもね、選んでんですよ、これいろいろと。これサマーってなりましたけども、さっきのね、パッド系のところで、あ、キーか。このパッド系のね、47番のパッドが良かったんだよね。それにしてみようかな。47番のこのフローティングエアってやつ。いいね、いいね。これとキーボード系のやつとギター系の、でこれベーシックをね、これ UVI のワールドスイーツでちょっと作ってみようかなと思うんだけど、ちょっとやってみるね。
アルプマス。ベーシックを。こんな感じで作ってみようかな。今 C と F と C と G と F 行って C に行ったんだけど、でこの感じで、上に乗っけます。このまずパッドを。ちょっとキーボード系を借りに乗っけてみようかなと思います。でギターを、こうシンプルに優しくこれに乗っけてみようかなと。うん、いい感じですね。で最後のワールドスイーツのところでこの声系を、うん、いい感じです。これを薄く乗せる。
最後いなかったなといった感じで音楽を作っていくわけです。もうねこの手の音楽を作るともうね私ハマっちゃうんですけど、皆さんも覚えてくださいね。クォータロンのギターレベリーズ、ぜひ要チェック。